協定の締結式が今日大網白里市役所で行われ、大網白里市の金坂正則市長とイオンライフの中村俊幸社長が協定書を取り交わしました。協定では、市とイオンライフが協力して市民からの葬儀や介護、相続などについての相談に対応することや、就活に関する講習会を開催することなどが盛り込まれています。 また、就活で何をすればよいかを整理するための冊子エンディングノートの無料配布を市の高齢者支援課の窓口で再開するということです大網白里市では、今年1月末時点で65歳以上の高齢者の割合が34%を超えています金坂市長は、今回の協定締結は市民の不安を取り除き 安心して生活できる環境作りに役立つと期待を寄せました。